大野山から望む加入道山大室山の両線ーバ峠は丹沢山地西部、神奈川県足柄上郡山北町と山梨県南鶴郡道志村の境にある標高1380メートルの峠である。神奈川県で最も標高の高い峠として知られている。大室山から三国山へ伸びる。 交渉国境尾根の東部にある峠であり、加入道山から東へ、わずかに下った安部に位置する。なお、安部の東側に前、大室と呼ばれる小ピークがあるが、このピークを馬場峠と呼ぶこともあるようである。峠の南側は丹沢大仙国定公園に指定されており、北側の森林は横浜市水道局の水源観用林として管理されている。交渉国境を根は、 峠より東へは前、大室、波腹地大室山と連なる。馬場峠のすぐ西にある、加入道山からは新度を南西へ変え、水晶沢の頭しら、諸久保沢の頭大海、小山などの小ピークを連ねて、小も吊るし山へ伸びる。今は登山者や林業関係者しか訪れない、静かな峠であるが、かつては、相模の中川、宝木沢集落と海の道し、 ババ集落とを結ぶ、交易路として利用されていた。相模川からババへと越えたことから、ババ峠と呼ばれている。一方、ババ集落からは、白石沢支流のザレの沢に越えたことから、ザレ峠とも呼ばれてきた。現在、中川側の峠道は、ザレの沢の崩壊が進み、かつての面影を見ることはできない。道志川へは、 峠の東側にある前、大室と呼ばれる小ピークから尾根伝いに、馬場集落へと下る、登山道が付けられているが、歩くものが少ないため、悪路となっている。あぜが丸避難小屋の内観もよりの山小屋は、加入道山山頂付近に位置する加入道避難小屋で、あるが、日の木道丸の青が竹山層を除いて、丹沢山地西部の山小屋は、無人小屋であり、宿泊の際は、寝具屋、 自炊具などの登山装備が必要となる。ありがとうございます。